今日は人生で初めて挫折をしたお話をしようと思うんですけど、これはまあ中学3年生ぐらいの時の話になるんですけど、まあ、僕地元宮崎の都城ってところで、高校も全然強くないとこだし、小中も普通の家に一番近い中学を通ってて、もうそこの部活動をやってたんですけど、まあ、小学校の時とかは都城市選抜かなに入ってて、県選抜は入れなくて落ちたんですよ。で中学になったらちょっと身長とか伸びるの早かったん で身体が結構発達してきて、足とか早かったから県選抜にすぐ入れて、でそっからまあ県選抜にもギリギリ入る選手かな、背番号とかも15番とかぐらいかな、ギリギリでやってた選手だったんですけど、まあ、中3ぐらいの時に結構まあ体も慣れてきて、メンタル的にも慣れてきて、本当にたまたま県選抜の練習試合かなんかがあった時に、当時ナショナルトレセンのスタッフをやってた人が見に来て、たまたま僕を見て、おあいついいなってなって、ナショトレ呼んでみようかってなって、僕中3の終わりぐらいに初めてナショナルトレセンに参加したんですよ。でナショナルトレセンって僕らの時は西日本と東日本分かれてて、で僕は西日本側で呼ばれて、やっぱり J クラブ行ったらガンバとか、もう京都サンガとかヴィッセルとか、まあ、四国の愛媛とか徳島もいっぱいいたし、いろいろ九州の強豪とかもいっぱいいて、で僕そこに初めて行って、でも周りほとんど J クラブとかもうめっちゃ有名な高校っていうか中学とかばっかりで、で、まあ、有名な選手って言ったら久保優也選手とか原川力選手とか一緒にやってて、もう僕が一番本当に衝撃受けたのが、まあ、夜ミーティングがあるんですよね。でミーティングやった時にまあ、いろいろ日本代表の試合とか見せられて、俺らは何年後のこの大会を目指しているみたいな、もうなんかテレビで見てる世界のをやるのは俺らだぞみたいな意識づけをされるんですよ。俺もそんなの見たことなかったから、聞いたことなかったし、いきなりわ住む世界違うなってちょっと思って、でまあそのミーティングで聞かれるんですよ、プロなりたいやつであげろみたいな。そしたらもうみんな即答でみたいな、もう聞き慣れてる感じでプロなりたいやつみたいな。で俺以外全員上げたんですよ、バッて上げて、で俺もやべってなって、もあとから遅れてみたいな上げて、えっと思って、全ここにいるやつら全員プロなりたいと思ってるし、パッて上げるってことはやっぱなれるって思ってるから、こう意識違うなってマジでそこで感じて、そこでちょっとやばいっていうか、俺あれ居場所違うなって思っちゃって、でやっぱそこで一番感じたのが、もう練習とかからもう意識違うし、なんかワンタッチとかのルールめっちゃ多いんですよ。で俺そんなワンタッチとかやったことなかったから、練習をもうめっちゃ結構混ぜ食ってて練習を、でああ俺ってダメだわと思っちゃって、でそこで初めてまあ挫折っていうか、本当今まで宮崎県の都城ってとこでちょっとブイブイ言わせた選手だったんで、あ俺これプロなれんわとそこで思いましたね。中3の冬ぐらいですかね、初めてあ俺無理だって感じて、高校とかも強豪校とかちょっとはまあ話し合ったんですけど、もう全部断って、もう本当に大学行きたかったんで普通に勉強して、もう地元の一番市内で頭いい学校に入りましたね。もうそこはサッカーとかも県リーグ3部とか で宮崎県の県リーグ3部って言ったらもうチーム数も少ないし、もう本当レベル低いですから、もう行ったらそれはけどもうビビって選択しましたね。サッカー界では生きていけないと思って、で強豪校行ってなんか先輩とかに潰されるのも嫌だし、なんか試合出れんっていう経験するのも嫌だし、地元でちまちまやろうかなっていう感じっすよね。だからなんかまあ周りには結構いい感じで言うんですけど、内心はもうそこで初めてビビって、あ俺サッカーじゃ無理だって思っちゃってっていうのが一番最初にした挫折かもしれないですね。でまあ僕はけどそれで高校入って宮崎では上手い方だったので、そしたらまあ周りは強豪校行って日照学園とか豊昇高校とか行って、もうすごい上手くなってるんですよみんな。でも俺全然練習もできてないんで、進学校やったんで、めっちゃ下手になってる自分がいて、うわ悔しいと思って、ここで初めてやっぱなんかプロを意識したっていうか、もう一回サッカー頑張って大学入ってサッカー頑張りてって思いましたね。そこがなかったらもう今はなかったかなって正直本当に思います。なんでまあ僕はそこでもしかしたら強豪校行ってたらもっといい選手になったかもしれないんですけど、まあ、それを含めて今の俺だと思って、ここからまたちょっと頑張って上に上がれるように、今はもうビビったりしないメンタルになれたので、ガンガン良さ出して上に上がっていけたらいいかなと思います。
はい、最後まで見てくださってありがとうございました。やってほしい企画等ありましたら下にガンガンコメントください。よかったらチャンネル登録もしてってください。よろしくお願いします。それではまた。